Hello YouTube, I'm Des. はい、マインクラフト続きやっていきたいと思います。前回は、全自動サトウキビ、作りました。後ろにあるんですけど、だいぶ溜まってる。27個やけど。今回は、ここに、門的なのを作っていこうと思っています。頑張って建築していきたいと思います。いやーね、まず、ちょっとこれを壊したいんですけど、これ壊しときます。いやー、なんていうの、村人がさ、だいぶ減ったじゃないですか。で、その大炎上した村見つけたと思うんですけど、そこから村人さん連れてくるのもいいかなと思ったんですけど、結構ね、遠いんですわ。だから、ちょっと連れてくるのきついので、もうこう、地道にね、もうドアを増やしつつ、まあ、村人さんたちがね、チャイチャイしてくれるのをまた待つしかないっていう悲しみ？いやー、もうほんと村人さん、なんでだろうな、多分ね、抜けがね、あったんですよ。だからそこ、3箇所ぐらい抜けがあって、あ、やばい。上に村人さんおるわ。3箇所ね、抜けがあったんで、まあ、そこはね、収録外の時に修正しました。まず、ここいらんよね。ここはね、4にしたい。4マス道。で、ここをちょっと、取ってこう。崩しまーす。かんいたーい。この部分を、こういう感じで、こんな感じかな。こういう感じ。こういう感じかな。深刻な石不足なので。8、え、10。仮なんだしけど、仮でね、手前、こうか。で、ポン、ポン。ポン、ポン、ポン、ポン。こういう感じ？ずれとる。こう。こう、こう。ポン。2個置くじゃん。できたー！詰める。こういう感じでね。こういう感じで、敷き詰めていきます。
こういう感じでね、敷き詰めて、いい感じになってきております。どん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 。てん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 。ここね、おいおい、この鉄の部分なんですけど、何ガッチャンガッチャンみたいな。スライムピストン使ったガッチャンガッチャンってこう開くさ、扉っていうのを、いずれね、ここに作ろうと思ってるんで、もういいや、一個で、みたいな。うん、適当か。こう、あとなんかこう、この、よくわかんない、ここだけの、ガラス扉。ここはね、前の建物の残骸みたいな感じなんですけど、まあ、おまけとしてちょっと個性的な部分はやっぱ残しといた方がいいかなと思って、アイムも。うん、だから、そこの部分は残してます。やっぱこう、前の建築をこう、あえて残しつつ、変えていくっていうのが、やっぱ巧みな技っていうか、まあ、そういう風にアイム思ってるので、あそこ、一個、ガラス、残してます。いや、なんか、今回、雑じゃないって思った人。雑じゃないよ。もうこれからね、ちょっと大炎上したね、村に行って、攻撃しようかなと思ってまして。イリュージョンやっちゃいます？ここにいる牛さんたちがあっという間にして、ルル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 二匹になるっていうやつですね。ワープしますよ。皆さんワープしまーす。ポーンと、はい。まだあれじゃん。大炎上してるよ。この方かな？あ、この人釣り人だ。ここからね、持って帰りたいよね。武器鍛冶屋さん。あ、この人だけかな？あ、でもいろいろいいんじゃん。あ、道具鍛冶屋さんいる。マジだ。道具、パパッと見ちゃいたいので。あー、効率強化。全然でもいいじゃない？いただいていきましょう。この効率強化。こう。船がね、こう通れるように、ここちょっと道をね、こう、掘っていこうかなと、思います。はい、中途半端なんですけど、今回はここまでにしたいと思います。いやー、だいぶ、掘りました。見て、だいぶ掘った。次回なんですけど、次回はネザーに行って、要塞見つけたじゃないですか。その要塞をね、探索していこうかなと思っております。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。わかってるよ、なんか、もんね。うん、知ってる。じゃ、またね。